阪神大山と寺が20日一軍合流。大山は予定通りリーグ戦再開に合わせて昇格か、明日20日からこっち一軍に来るよ。ゲラも今日投げて明日からこっち来るよ。2つ枠があるから、そのために開けてあるから、交流戦の最後の1試合のために上げてもまた交代で落ちる選手がかわいそうやん。ただ1試合のためだけに上げたって、1試合上げて金をもらえるやつもおるけどな。体のキレがと、そうや、キレやんか。キレがないから打てんと思ってる俺はな。バッティングで良くなった言うてもそんなんもうわからへんで、3割打ったら良くなってんの。でも7回アウトになるんやで、7回のアウトを見なあかんねんで。良くなってる選手でもバッティングなんか完璧じゃないんやから、良くなってるなんていう言葉なんか使えたらあかんと思うわ俺はな。2週間くらい経つが、もともとこれぐらいの時間を考えていたか、交流戦は上げるつもりなかった。そんなん急に無理やって、そんなん急に用ならへんって。やっぱり走り込んだりしてノックでも受けて、体な消え戻すとかそんなことせんと。え、大山くん上げるん？ファームでも打ててないのに。大山とゲラ一軍戻ってくるのね。大山まだ上げなくてと思うけどな。おいおい、ゲラ昨日失点してたやん。大山二軍でヒットボボ一本しか打ってないのにそれで上げるって、また同じことするのかよ岡田監督。ゲラだって昨日に失点してんのに、他に上げるやついるだろう。ファームでも調子が芳しくないという情報だけど、無理やり復帰させたように思えてなりません。2軍でも全く復調気配のない元4番と、昨日も打たれた元クローザーとか1軍に上げたとて居場所がないでしょ。打つ方は豊田、前川、投げる方は石井漆原と若手が躍動してるので、ゲラと大山は今のところ様子見です。2軍でも役に立ってない選手上げてもチームの士気がさらに下がるだけ。いやいや早いって。掛布の言う通り、じっくり焦らず本人のタイミングで上げたれよ。岡田も相当焦っとんな。でまた結果出へんかったら選手批判して、ゲラも無理させて投げさすんやろな。2人とも2軍でさっぱりじゃないですか。どう考えても1軍の首脳陣が焦ってあげたようにしか思えませんな。いやいや早いと思うよ。ゲラも大山もとりあえずショートの控えの高寺、遠藤、山田ら辺先にあげな。ゲラも昨日に失点だし、大山は相変わらず1割台だし、落とし台に果たしてあったのか。全く復調してないのになぜ。まあゲラも打たれてたやん。大山も1安打しかも内野安打1本だけ。9回のみんなで反撃の場面で大山は1人で似合うと、何を見てあげるのか。大山もゲラもチームに迷惑かけたいのか。いつも打てないのを揃えてスタメンで使うのをやめてほしい。2軍で大山より打ってる選手が不憫で仕方ない。ゲラも2軍で点取られてるようではあかんのに、何故あげるの。ほぼ同じ人しかあげる気ないんやな。前にソフバンから来た飯田も X でつぶやいていたけどさ、三塁強襲とは言えん当たりやったけど、むしろ最後のボテボテのピッチャーゴロが心配。これで1軍いつもの方がよっぽど良い活躍するよ。打てへん打たれるの2人が金曜日から上がってくる。試合に出るのやろうな。和田何してんねん。止めろよ。言いたがえた時よりひどくね。おばたのケツすら畑けんようなのしかおらんから、熊谷上田のままでいいとしてもキャッチャーはあげろよさすがに。大山は時間かけて修正させるって和田が言ってたのに、何でもあげるの。和田も岡田の言うことには逆らえんのかよ。情けない。大山あげたらすぐ使うやろ。どんでん。そうなったら鍋るか佐藤が犠牲になる。何考えてんねん。ゲラも1点差とか到底無理。意味がわからんわ。さすがに笑うわ。これどうやって擁護するんやろうな。笑木並の代わりに高寺や遠藤はあげないということですね。早すぎ。2人とも大山も2軍で佐藤、豊田みたいに3割もしくはせめて3割近く打ったの落としたいみないやん。そんなんならいつご井上らへんあげればいいやん。ゲラも早い。本間岡田はじめ阪神の首脳陣というのは過去の実績や名前しか見てないんやなって確信した。大山の状態がわからへんのに1軍にあげるのか。良くなるまで2軍で調整させるはずやったのでは。おいおい、大山もゲラも下では良くないよ。全然上げる選手間違ってない。売ってるの口や中川、いつも上げろよ。レギュラー組は2軍成績関係ないって思ってるんだろうけど、結果だけじゃなくて内容が悪いのにな。結局実績のあるいつものメンバーで戦うのね。実績のある選手がいつも通りの働きしてくれないかなって願うだけの他人任せ采配。岡田は焦りすぎでは。日ハムとのあの攻撃見たら監督からしたらめまいするかもしれないけど、ゲーム差的にまだ慌てる時間じゃないように思う。何やこいつ、状態も何も見てないやん。かわいそうって。状態悪い2人を上げなければいいだけやろ。初めから上げるつもりだったみたいやな。悪くても。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。